札幌ドーム、広告すら。一昨年までの日本ハムの本拠地、札幌ドームで2日、日本ハム、阪神のオープン戦が行われる。昨年3月5日の楽天戦以来、約1年ぶりとなる。昨年に日本ハムの本拠地がエスコンフィールド北海道に移転。札幌ドームは J1 札幌が変わらず本拠地とし、高校野球なども行われているが、プロ野球の公式戦が減少した影響からか、場内の広告は減少。現在も昨年と同様に1、3塁側、フェンスの広告は全くなく、中堅席上部の日本ハム本社や、外野フェンスの数社の広告があるのみとなっている。また29日には、施設の命名権、協賛企業の募集期間を延長すると発表。1月9日から募集を行っていたが、期間内に応募する企業がなく、期間は契約締結まで延長する。札幌ドームは公式サイトで、募集期間内に正式な応募はなかったものの、関心を示している企業が複数あることから、今後は、期限を定めずに募集を継続した上で、正式な応募があった後に選定手続きを行うことといたしましたとしている。札幌ドームは公式サイトで、募集期間内に正式な応募はなかったものの、関心を示している企業が複数あることから、今後は、期限を定めずに募集を継続した上で、正式な応募があった後に選定手続きを行うことといたしましたとしている。やけくそですがパソナが広告を出す。競輪場にして一発逆転。なんで、日ハム戦を札幌ドームでやってるんだ。もうあんなところで試合する価値ないだろうに。とっとと解体されて、歴史にうずもれてしまえばよいのに。ガイアフェンスが両翼とも中央バスグループのみになりましたね。出て行った日ハムがわざわざ広告を出してくれているのにお情けを感じる。今もドーム内に日ハムの広告を出してるってキリがたいね。申し込みはないが興味を示している企業があるのくだりは苦しいな。札幌ドームは日本ハムと仲良くしてればよかったものを。ここでリーグ優勝日本一、ダルや大谷が投げてたとは思えないな。一般的な地方の野球場だと思えば十分。